この時期ね、皆さん風邪などを召してないでしょうか。私風邪を召しましてね、やっぱこういう時はあのね、ちゃんとね手洗いうがいをねしないとよろしくないと思うわけですよね。というわけでですね、石鹸売ってないですかね、ここら辺。あ、なんかあっちにありましたよ、ね、あっちの横浜ラブラブ同好会の方で石鹸アイラブ横浜同好会で石鹸を売ってると。なんつで手作り石鹸、オリーブオイルとかレモンとか非常にね女性に喜ばれそうな感じで、お土産などに非常によろしい感じの石鹸と、あとですね、非常にこの暖かいね、この時期暖かいコーンポタージュスープと、あとココアなんぞを扱ってるみたいなんで、もしよかったらね、我々もライブが終わった後にね、一杯ね、いただこうと思うんですけどね、すごい美味しいですよ。まだね、飲んでないんですけど僕たち。そんなわけでラベンダーとかいろいろいい感じの横浜アイラム横浜同好会の石鹸、あちらの方で好評発売中ですので、皆さんぜひお買い求めの方よろしくお願いします。すっげーステマだよね、すごいね、全然他のお店もいいですか。あ、ですね、あっちでドトールコーヒー、ドトールコーヒーもね、さっき豆乳ラテがすごい美味しいですよ。豆乳ラテ売ってるかわかんないけど、ワッフル、あとワッフルってますよ、ワッフル。ぜひね、今日もし見に来てる人いたら、旦那さん奥さんのお土産とかに持ってくとね、非常にはかどると思います。僕もね、ちょっと帰りにちょっと1個ぐらい買ってって嫁さんの機嫌を取ろうかななんて思いますね。あと可愛い感じのワッフルもあると思いますんで、キャンドルもありますんで、キャンドル持ってるんですか。キャンドル奥の方で売ってます。ぜひね、寝る前にね、キャンドル焚いて読書なんてなかなかロマンチックあげるような感じでいいと思うんで、ぜひね、キャンドルで素敵なロマンチックナイトをエンジョイしてください、ね、で次の曲もね、そんなロマンチックな感じのね、すごいなんかあれな感が否めないですけど、まあロマンチックなやつを用意してきたんで聴いて